久保さん稼ぐ力は最大の防御っていうねまあ僕はねあの久保さんと違ってねあのずっとね借金もありましたんであのまあ自転車操業というかまあ稼いでは減って稼いでまあ久保さんもその時期はあったと思うんですけども <laughs> まあ,あの稼いでそれを返済に回して稼いで返済に回って自分のまああれは増えないですよねだけど結果的にまあ、まあ、久保さんもね あの、借金返せたと思いますしまあ、僕も返せたわけなんですけどもあのー、まあその後もね、えー、まあその途中かまあ人にこうちょっと騙されちゃってお金貸して戻ってこないとかいろいろあってまあやべえ時もいっぱいあったりとかまあいろいろなピンチはあったんですけど結局僕がその乗り切ってこれた理由って稼ぐ力があるまあ、集客してその販売する力があったんでまあそのお金がなくなったじゃあまたお金をこう、稼ぐために商品を売る。 売る売れなくてもまた売る。とにかく結果出す。っていうことを繰り返してきたんですよね。で結果的にまあ今生き残ってるんですけど、うん、でもこれがないと例えばその決められた給料ですよね。決められた給料しかもらえないっていう状況だとじゃあ収支がねなんか不足の事態が起きてその決められた給料以上のお金が必要になった場合自分で稼ぐ力がなかったらどうしようもなんないですよね。 まあそれでまあ一つの手段があるとするならば借り入れするしかないですよねでも借り入れするとまあ給料はもう決まっていますでその収支まあその飛んでたお金分を補填するためにじゃあ借り入れしましたで借り入れしてて,借り入れして,てその返済するお金はどんどん増えていくでも入ってくるお金は給料は変わらないとこれはもう地獄ですよね出てくるお金はどんどん増えていくでも入ってくるお金は一て手取り20万円とか 変わらここの入ってくるお金を自由にこう操作できればまあ出るお金に対してじゃあまたあの買えれば買えることができるのでまあ僕なんかはねその状況を見て商品価格を変えて売りますしうんだからまあ最近はねまあ借金返しちゃったんで結構安い商品ばっかり売ってるんですようんだからあんまり高額売ってないですね だ昔はまあ最低30万ロットぐらいでその高額な塾をバンバン売っててまあ値上げどんどんしていったんですけども今は借金返しちゃったんでまあその低単価ですよね10万円以下とか1万円以下とかうんまあそういうのを結構売ってますよねでたまにそのまあ30万を超えるぐらいのバックエンドを売っていくみたいなのをやってますけどまあそれでも一応回るようになりましたねうん。 だから、まあ、稼ぐ力がないと逆にその守れないというか不足の事態が起こった時にやっぱその、結局収,収,収入と出資収,収,収入出資の,のバランス感覚でしかないのでそれがやっぱ崩れることが人生って崩れることがあるわけじゃないですか不足のことっていうのはいっぱいあるだろうしでその不足の時に対応できる力稼ぐスキルがある,やっぱあるのかないのかとだからそれがね僕すごい大事だと思うんですよね。 僕ね、もう絶対自信があるんですけど、例えば、まあ、の売り上げ絶対作れる自信があるんですよ。例えば、なんですかねあの。じゃあ、ちょっと事故に遭いましたと。で、ちょっとすみません、事故に遭ったんで、まあ、そのなんか、まあ、そのまあレターなんか作れたら作るって言って、動画でしゃべるかなんかなんですけど、すみませんと。事故に遭って、あああの手がちょっと折れちゃいましたと。 で、入院代必要ですっつって、で、入院キャンペーンみたいにやって、そのキャン、入院キャンペーン、入院代かかるんでキャンペーンしますって、まあ、これは僕のお客さん,んですね。で、キャンペーンするじゃないですか。売れますね。売れる自信あります。入院キャンペーン。で、真っ当な理由ですスね。だって入院費かかるんで。で、この入院費を稼がないと僕はいけませんと、給料もらってないんでって、まあ、正直に言ってね。入院費を稼ぐために、僕のピンチはあなたのチャンスですって、結構いつもやるんですけどね。 かこの差し歯が抜けた時とか、差あ、差し歯を飲んじゃった時も差し歯飲み込んじゃったんでキャンペーンやりますみたいな。差し歯もただで15万,15万円ぐらいかかるんですよ。で、ただでお金降ってこないので、差し歯新しくしないといけないと <laughs>。で、キャンペーンもやりましたね。あと何すかね、車壊れた時も車壊れたキャンペーンとか、なんかその僕がマイナスの時にキャンペーンやるんですよ。だってお金が必要じゃないですか。 なんとかキャンペーンみたいな。まあほ、ほとんどの人はそういうキャンペーンはやらないと思いますけど、僕はやるんで。で、それでもお金作ってきてますから。うん。でも、僕がピンチになると、お客さんにとっては安くね、そのキャンペーンでなんか商品手に入れられるんで、まあ、メリットは提示してるわけですよね。僕のピンチはあなたのチャンスですっていう、結構振り込みなんですけど。で、それでまあ、僕は作れますし、うん、作ってきたし。うん、でも、他の一般の人は多分できないと思うんで、これがあると、何でもできるというか、 うんだからその困ってるんでお金くださいじゃないんですよ。あの、お金が必要なんで安く売りますよみたいな。なんですかね。あなたにお得ですよと。僕が困ってるんであなたにお得を。なんかちょっとこれもちょっと伝え方が難しいとか伝わりづらいと思うんですけど、僕が困ってるからお得を提供しますみたいなね。よくわかんないですよね。<laughs> 困ってるから,からお得を提供するっていう。どういうことみたいな。ちょっと反比例してるじゃないですか。で、この反比例の思考が大事なんですよ。 そうこれでもねけ結構成功する上でこの反比例の思考って結構大事だと思います。合ってないっていうねい、うん、どういうことみたいな <laughs> 言ってらっしゃい